お花喜ぶ、ちろこぶ。はい。ということで、横山園芸の横山です。横山園芸の YouTube チャンネル、なんと、3万人を突破したということで、皆様本当に、見ていただいてる皆様、本当にありがとうございます。クリスマスローズがね、やっぱりこう、どんどんやっぱまだまだ広がりがある植物だと思っています。それに対してね、やっぱ失敗してほしくない。いっぱい花を咲かせてほしい。もっともっとより多くの人にね、クリスマスローズの魅力を知ってもらいたいと思って、発信を続けております。今はね、基礎的な育て方の話が中心なんですけど、今後はね、ちょこちょこ、また面白い、なんですかね、ちょっと発展型の話なんかも入れて、続けていきたいと思いますので、チャンネル登録まだという方、ぜひとも、お願いします。意外とね、チャンネル登録の割には、見てくれてる回数が多いということで、ぜひとも皆様、めんどくさがらず、登録をしていただければと思います。よろしくお願いします。じゃあ、それではですね、今回は、5月のクリスマスローズの管理ということで、お話をしていきたいと思います。だいぶね、気温も上がってきて、上着がいらなくなってきたというところです。で、今日なんかはね、花曇り、薄曇りという感じなので、まだ遮光開けて、やってますけど、もうそろそろね、暑くなってくる時期なので、まあ、遮光ネットしましょうだとか、肥料はね、そろそろ控えた方がいいですよとか、はたまたね、ちょっとね、この時期の葉っぱの管理ということで、お話もしたいと思います。横山園芸ではね、今見ての通り、5月の上旬ぐらいになると、まあ、こういうふうに、クリスマスローズの種、袋かぶしてるものが、そろそろ中でこぼれ始めてるというところです。なのでね、種を取ったりだとか、この時期意外とやることが多いです。なので、しっかりとね、今日も一緒に勉強していければな、というふうに思います。それではね、まずこの時期にやっておきたいことということでお話をしていきたいと思います。まずはですね、5月になるともうクリスマスローズはいい加減咲き終わって、種になる、もしくは色が褪せててね、もう、全然違う色になってますよ、という状態なんですが、たまに、こういうふうに、5月以降、桜が咲き終わって、ソメイヨシノが咲き終わってからも、後からね、こう、花を咲かせちゃう子がいます。まあ、僕ら業界用語で言うと、狂い咲きという言い方をするんですけど、花芽ができる時期が遅れた。もしくはね、クリスマスローズが暑さと寒さをちょっと勘違いしたりなんかして、あ、いけない、また花を咲かさなきゃ、なんていうふうに勘違いして出てしまう、場合があります。でね、この時期に咲いてくるお花っていうのは、往々にしてこういうふうに小さかったりだとか、で、あとね、色も白い。下手すらね、もう緑色みたいな花が最初からもう色が褪せちゃってるようなお花が咲きます。だから 100% の力で咲く、本来はね、すごく綺麗なお花、大きいお花が咲くのに、この時期はほんと小さかったりだとか、こういうふうに、力ない花が咲いてしまいます。で、この時期は、もう休眠に向かって、余計な体力を使いたくない。できればね、こう、脇から伸びてくる新葉、まだ5月は成長してる。なので、こっちに栄養を送り込みたい。という点では、この、新しく咲いちゃってるお花は取りたい。で、例えば、まあ、ハサミで切れますので、こう、下からね、また5センチぐらい残して、バシッと切る。で、今、切ったのがここです。ね。で、それに対してくっついてる葉っぱ。大体クリスマスローズっていうのは、こう、葉っぱがあって真ん中から花が出てくる。無形種というのが普通のクリスマスローズなんですけど、ここの切った部分の脇にくっついてる葉っぱがあります。この葉っぱも切ってあげると、本当はいいです。パシッ。パシッ。で、すごくね、ちょっとなくなってしまって、葉っぱがなくなっちゃって、光合成できないじゃんとか、そういうこと言う人もいるんですけど、どちらかというと、こっちの新しい葉っぱ、新しい芽の方に、力を注いだ方が、より来年、花が咲きやすくなります。こっちはね、もう花が咲いちゃったので、来年花が咲く部分ではないので、そういうふうに早めに切ってあげた方がいいです。で、で、その後、ね、こういう甘皮。ね、こういう甘皮も取ってあげるといい。こういう甘皮もできるだけちょっと引っ張って取れるようだったら、まだね、こう、引っ張っても取れないようだったら残しておく。なので、こういう
甘皮だとか古い枝だとか茎だとかそういうのも取っといてあげるといいです。意外とね、4月5月ってなんか菜種梅雨だとか意外と長雨が続いたりする時があります。なのでこういうのも取っといてあげると変に株元がカビちゃったりだとかそういうことがなくなるので、少しだけでもいいのでねメンテナンスをしてあげる。もちろんねもう種を取らないよいらないよっていう花はどんどん取ってこういうふうに、すっきりさせてあげるっていうのが大事なことですね。もうやるやらないじゃ全然変わります。で、この株今年花が咲きませんでした、残念ながらね。で、花が咲かなかった株っていうのは往々にして秋にも葉っぱが出てくることが多いです。で、そういう葉っぱっていうのは往々にして、結構背が低かったり葉っぱがもう濃くて、はたまたこう黄色くなり始めたりっていう葉っぱがあります。そういう葉っぱはねできるだけこの時期も取ってあげた方がいい。もうね明らかに色が違いますよね。濃い緑色に対してこっちはちょっと黄色くなってるね、古くなってるっていう葉っぱです。ね、あと混んでる。こう、横から見るとわかりますよね。ここら辺混んでる。非常に混み合ってる。ね、だから、こういう葉っぱを、もうね、新葉がこう、明らかに綺麗な新葉がこう伸びています。こういう葉っぱの方により栄養を生かせてあげたいので、こういう風な下の方にある葉っぱ、取ってあげる。で、甘皮もね、ちょっと取ってあげる。で、そうね、これぐらいかな。うん。真ん中の方のね、ちょっと、一株に対して葉っぱが2枚、3枚、あるもの、4枚目なんかあるやつなんかは、こう、取っちゃってもいいかもしれない、こうやって。少し。心配だったら残しとくといいです。わからなかったら残しとくといいです。ただ、さっきより全然スッキリしましたよね、ここら辺ね。なのでね、こう、もちろん新しい葉っぱを残すっていうのは、わかると思うんですけど、古い葉っぱちょっとね秋に出てきて緑色なんだけど濃い緑色なんだけどちょっと混みすぎてんじゃないっていうのは、透かしてあげてもいいかもしれないです。1枚2枚取ったぐらいじゃクリスマスローズびっくりともしないので全然大丈夫ですですね。でね、この株なんかももう花が終わります。花も取ります。で花におさらいです。花の茎に対してくっついてる葉っぱ、例えばこの葉っぱ取ります。この葉っぱ取ります。この葉っぱも取ります。まあ包葉に近い形な部分なんですけどこの葉っぱもくっついてますよね。これねこの茎に対してこの株に対してくっついてる葉っぱこの子取ります。で、さっき言ったねこういう風に上手にねこういう風にミイラっぽくなってくれたらいいんですけど、この後腐っていく可能性もなきにしもあらずなのでできるだけこういう枯れ枝、取っといてあげます。枯れ枝を取るで、こういう下の方のねちっちゃい葉っぱ風通しを良くするため、ダニの温床虫の温床にならないように、こういうものも少し取ってあげる。これ迷うね。葉っぱが一株に対して2枚しかないから残しとこうかなーっていう判断。ね、こういう、この葉っぱが一株に対して3枚あるので、取ってあげる。ね、こんな感じ。ね、一株の中でも、冬に出てきた葉っぱ、秋に出てきた葉っぱ、そして春に出てきた葉っぱって、こう3段階ぐらいになるっていうのが、このクリスマスローズの意外と、特徴でもあったりします。特にね、花の咲いてなかった子に対しては、そういう風になってる可能性が高いです。で、あとね、まあ、こう株元をチェックします。で、早く葉っぱが展開した子っていうのは、こういう風に葉っぱがどんどん平べったくなってきます。5月の中旬、もしくはもう下旬ぐらいになると、ほとんどのやつは葉っぱがペターっとなってこういう風に、なります。で、出始めの葉っぱっていうのはどういう葉っぱかっていうと、こういう風に上を向いてる。上を向いてるっていう時は、まだ水が欲しいですよ、肥料も欲しいですよ、お日様も欲しいですよって言ってる時期だと思ってください。で、この時期にあんまり強い遮光ネットを日陰にしたりだとかすると、やわな葉っぱが出てしまって、できてしまって、夏の暑さに耐えられなかったりだとか、花つきが悪くなったりっていうことがあるので、ゴールデンウィーク過ぎるぐらいまでは頑張って、
光に当ててあげる、25度30度近くいくような日があったら遮光ネットをしてあげるっていうのが、ポイントかと思います。なのでね、その光に当てる当てないっていうのもね、様子を見ながら、株の様子を見ながら、会話をしながら、やってあげると、より株も力強くなるかなっていう感じがします。はい、そんなところがね、5月にやっておきたいことの一つです。一つというかね、二つ三つ言いましたけど、あとね、こういう種、もうそろそろこぼれてるやつが、これはこぼれてるかな、こぼれてきたら、種から、袋から取って、種だけにして、それを茶こし袋、もう一回茶こし袋の中戻して、地面に埋めたりだとか、鉢の中に土だけでね、入れてあげるとか、で、本当にめんどくさい人、わからない人は、鉢の上に種を転がしとくだけでもいいです。もしくはね、茶こし袋に入れてここに置いとくだけでもいいです。何を言いたいかっていうと、保管方法としては、種はね、クリスマスローズの種は乾かさないっていうのが一番のポイントです。種をね、乾かすと、発芽率が半分ぐらいになっちゃいます。一番悪いのは、茶封筒に入れて、で、引き出しにしまっとくこと。いずれにしろ、乾かさないっていうのが、一番のポイントです。横山園芸ではね、種取ったらもう、ちょっと日陰で、半日陰のところで管理して、すぐ地面の中に埋めてしまいます。ね、適度に、湿度もあるし、光も当たらないし、というので、意外とね、土の中っていうのは、微生物がいっぱいいて、消毒なんかは全然しないで埋めるんですけど、熟してない種、ダメな種とかっていうのは虫が食べてくれて腐ってる。で、ピンピンしてるやつは全然大丈夫っていう状態なので、殺菌とかね、そういうのをあんまり気にせずに、埋めてあげるといいかと思います。で、この時期注意する点としては、置き日はもういい加減やめた方がいいと思います。特にね、関東暑い地域、なんかはその肥料がね、夏に残ってしまったり、5月下旬6月ぐらいに効いてきてしまったりすると困るので、そろそろね、肥料はやらない方がいいですよというのがあります。で、あともうそろそろ植え替えはやめた方がいいかなっていうのが本音です。本にはね、教科書だとかいろんな本には5月でもまだ植え替えできますよなんていう人もいるんですけど、やっぱりね、こう地球環境が変わってきて、とにかく暑くなるのが早い。で、ゴールデンウィークなんか過ぎるともうかなり、暑くって、日傘でもさしてね、歩きましょうかっていうぐらいになるんですが、やっぱりね、根っこをいじめると、その暑さに耐えられなくなる。植え替え、下手に植え替えたりして、大きい鉢にしてね、その根っこが慣れてない状態で、あんまりいっぱい張ってない状態で、ね、夏を迎えてしまうと根腐れしたりだとか、調子を崩したりする原因になるので、もうこの時期はあんまりもう触らない方がいいかなっていうのが、本音なんですけど、例えばこの株、こうね、鉢の中を見ていただければ分かるんですけど、同じ、ね、タイミングで植え替えたはずなのに、ほぼほぼこっちはすごく成長しているので、水もよく吸うので、全然苔が生えてない。こっちはね、調子を崩していて、芽の数も少ない、花もね、1輪しか咲かなかったっていう株で、多分こっちの方もしかしたら腐っちゃってるかもしれない。こういう株、調子を崩してるなっていう株は、見て見ぬふりをするんじゃなくて、できるだけ、対処が必要かなっていうふうに思います。っていうのは、このままだと、この鉢に対して株が、鉢が大きすぎる、土の量が多すぎる状態なので、例えばこれだったら、もう僕だったら半分ぐらいのサイズ、これ 16.5 センチのスリット鉢なんですけど、12センチだとか15センチのショートだとかに植え替えてあげると、夏もなんとか乗り切れるじゃないかなと。さっきね、根っこを傷めないようにって言いましたけど、逆にもう傷んでるものは、より傷んでってしまうよりは、そこでなんとか止めてしまう、止めるというのが、ポイントだと思います。もしね、この時期、どうしても植え替えますよという人は、絶対に肥料が入ってない土に植えた方がいいです。で、秋にね、またしっかりと肥料をあげれば、取り戻せるぐらいクリスマスローズって丈夫なもんなので、夏に枯らしてしまったらね、これからの時期に枯らしてしまったら、元も子もないので、注意が必要かなという感じです。そのところで5月、結構駆け足で
言いましたけど、意外とこの時期の作業というか、ちょうど季節の変わり目でもあります。なので、クリスマスローズの、ね、様子を見ながら何をすべきかということをチェックしていただければと思います。それではなんとかね、暑い夏を耐えるために最後の一成長を支えてあげて、完了していただければなというふうに思います。そういうことで、参考になった方、いいねボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それではまた、頑張ろう。暑い夏に向けて頑張ろう。